ズハンカトレアプミラカトレアプミイラは卵化植物の一つ。小型のカトレアの代表的なものとして知られている。小型の着生植物。ニセリン系は防水型から卵型で、長さ2から3センチメートル。先端に葉を1枚つける。葉は、ほぼ長大円型で、長さは5から12センチメートル。葉は厚くて角質。花器は、秋で、花系は、ニセリン系の先端から出て、 普通は、葉より短く、その先端に1個、稀に2個の花をつける。花は、計7から10センチメートル、香りがある。花色は、普通は、泡桃色で、学片は、幅の狭い強打円形、側花弁は、より幅広く打円形、新弁は、基部は、左右から寄り合って渋柱を包んで、筒状となり、先端では大きく開いており、その表面は、波状で、円には、 多くの縮れがある。その部分では、小紫鉱色に色づくことが多いが、色彩には、かなりの変異がある。種商名は、YZ の、を意味する。なお、本種は、カトレア族で記載されたが後に、レディア族に移され、レリアプミラレディアプミイラ RCHBF の名で長く親しまれてきた。しかし近年の分類再編で、レディア族が解体され、元に戻った形である。 ちなみにその間の途中経過として、ソフロニチス属ソフロニティスとされたことがあり、この時の学名は、エスプミーラであった。ブラジルに分布する。標高600-1300メートルにわたる、冷涼な気候の低山帯において、川沿いに生える樹木の根材に着生して生育している。溶蘭として栽培される。小型な装置に比して大きな花をつけるので、干渉価値は高い。 園芸品種も数多く、アルバ、アルバは白花品で新弁の喉のが黄色を帯びる。ディアナ、ダイアナは花色が濃く、新弁に紫色の筋が入るもの。コエルレア、クーローリアは新弁が富士青色になる。プライスタンス、プリースタンズは側花弁が幅広く、新弁が短めのために花全体が丸い、整った花型になるものである。 また後輩親としてもよく使われ、種として小型カトレアの作出に大きな役割を担った。特にこの方面では蒸気の品種、プライタンスがよく用いられた。なお、この種は長くレリア族とされていたため、例えばカトレア族との後輩品はレリオカトレア族となっていたが、現在ではカトレア族に変更されることになる。以下、種としてカラサは他、 P67 七イ画編ン P559、十九石井,井上編集代表、P1461 十一ガ画編チ P559、十九石井,井上編集代表、P1461 一イ画編ン P 五 P559 斎藤編、P62、唐沢ほか、P67 斎藤編、P62 が、主に、愛画編著、P 五百 P559、井 井上編集代表 P1461 ありがとうございます。